はい、ということで1週目収録終わりました。いかがでしたでしょうか、1週目の4方。いや、とっても楽しかった。良かったです。あっという間でした。いや、そうね、やっぱ4人おるとね、うん、結構すぐよね、うん、で、ほら、1人対面でもさ、うん、ある程度は早いなって思うけど、うん、4倍やけんさ、ね、4倍ではないよ。なしにする今の。いや、いいと思います。でもなんかある程度一人一人の個性も知れて、ね、すごい楽しかったので、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。おのおのなんか、この子こういう子なんだみたいな、あ、この子結構適当なんだとか。適当。だから俺の結構ほらノート取りながらやるんだけど、適当。調子乗りとか書いてあるけど、調子乗りがいいよ。調子乗りのことは家で体操座りすごいやだ。何だっけ、天然のことマイペースのこと、そんなんだよ。なんか分かれてる、なんかいろいろちゃんとがっつり個性が分かれてるんだよね。そうですね、ユーマージみんなバラバラなの。バラバラよね。はい、だけこそなんか合わせたらめっちゃいいんだろうね。はい、うん、なんかね、そんなのがちょっと垣間見えるラジオだったりとか、いや、素敵だなと思った。なんか、うん、ちょっとなんかすげえ上からなるけど押しそう。ちょっと押しそう。ぜひ、本当人間大好きなんで。そう、人間大好き共通点だよ。で、家で体操座りしてる。で、俺もマイペースだけどさ、俺人の歩幅とかに合わせれないのよ。あ、うん、でも天然もたまに天然かな、多分。一緒ですね。多分一緒です。全然感情こもってない一緒です。一緒ですよね。やばい。いや、なんかそんな感じでちゃんとね、楽しくね、収録できたので。はい、はい、どう感想的にはなんか意外と喋れなかったなとか、むずいねとか。ソロッポさんのお話が上手すぎて、ね、まあ、私たちも言いたいこともたくさん言えたので、はい、やってませんね。それはちょっと煽ってるやん。もう100までですよ。いや、でもね、ツッコミどころが多くてすごい楽しかった。うん、そこそれ言うとかはあったけ。いや、よかったよかった。ぜひね、楽しみにしていただければと。え、これは、なんだっけ、どのくらい、これ流れてある程度して、そうか、ラジオ聴けるようになるけ、そうですね、まあ、告知とかもしてもらって、はい、オタの皆様にも楽しみにしてもらってね、はい、結構オタの皆様と仲良かったりする。仲良しですね。仲良しなのがいいよね。はい、やっぱその交流があってこそのみたいなとこあるしね。うん、わかる。もう俺も基本ほらオタク気質でて、遠くからこうやってもう順番待ちも楽しいんだよ。前の人も楽しそうですね。でも俺の方が笑かすけど。そう、バチバチでやったりするけ、うん、まあ、その交流もね、ぜひ大切にしていただいて、うん、各々の良さも出たと思うんでね、また改めて聞いていただければなと思います。はい、それでは、鎌倉 FM アイドルボックス、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。